皆様こんにちは、数学ラブです。多数じゃんけん引き分け確率を数学するということで、今回はこちらの問題を解いてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。 N 人でじゃんけんしたとき引き分けになる確率はいくつですか？答えは 1-3 の n 乗分の 3×2 の n 乗マイナス2となります。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。 n 人のグーチョキパーの出し方の総数は3の n 乗通りあると表すことができます。N 人でグーとチョキで勝ち負けが決まる、そのパターンは N 人がグーかチョキを出す場合から全員グーか全員チョキの場合を引けばいいですね。全員グーか全員チョキという場合はアイコになりますから、勝ち負けが決まるのは2の n 乗マイナス2通りと表すことができます。今はグーとチョキを見ていきましたので、同様にチョキとパー、パーとグーの場合がありますから、 n 人で勝ち負けが決まる場合というのは 3×2 の n 乗マイナス2通りと表すことができます。今問題は N 人でじゃんけんしたとき引き分けになる確率ということですので、この引き分けになる確率というのは勝ち負けが決まる確率の余事象の確率で求めることができますよね。ですので確率の最大値の1からですね、勝ち負けが決まる確率というのは分母が全ての場合の数、この3の n 乗通りですね、3の n 乗通り、そして分子が今求めたこの 3×2 の n 乗マイナス2通りですね、こちらを引いてあげると引き分けになる確率が求められるということがわかります。ちなみにですが、今回の問題から人数ごとの引き分け確率を表で表してみました。問題で求めたね、こちらの、回答をもとにですね、人数、N ですね、人数を、1人からですね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 というふうにね、変えて引き分け確率を求めてみました。人数が2人3人の時は、引き分けるのは 33.3% ですので、3回に1回はね引き分けるということがわかります。そして4人になると 48.1%、 だいたい2回に1回ぐらいはね引き分けるということがわかります。そして5人になってくるともう 60% 超えて、6人7人8人とね増えるとどんどん増えて、9人になるともう 90% 超えてきますね。引き分ける確率がもう 90% を超えてですね、14人でも 99.0%、そしてですね、もう19人になってくると 99.9% が引き分けるということがね、分かってきます。皆さんもたくさんの人数で、じゃんけんをするとね、人数が増えれば増えるほど、アイコンになるね確率が高くなるということは感覚的にわかると思うんですけれども、数字で表すとね、このように、非常にこの辺のね勾配がすごい高いですね。どん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 引き分ける確率が高くなっていくということが分かっていただけるかなと思います。
いかがでしたか？今回は多数でじゃんけんする時の引き分ける確率について考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので気軽にお寄せください。X もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。